ないもん、うん、でもいいのか勝手にそうやってやっちゃって本当はね、うん、でもいいじゃない身内だしそれにトキコだって赤の他人より私の方がいいわよね、うん、まあそれはそうだろうけどな、いや、ほら、よいしょ、はい、よしわしの時もよろしくな、嫌よ嫌よって、嫌よお父さんのなんか自分でやってよね、いや自分でできないから人に頼むってそういうもんじゃないのか、だからどいてくださいなんだよ、わかりましたよ、自分でやりますよーだ、いいんだいいんだ、どうせわしなんか自分でできたらおむつなんかしないっつーの、私はねどうせうんこにまみれて一人寂しく死んでいくそういう人生まみれてやるよ、うんこそのものに一回500円バカにするな、10円500円20円300円よろしくお願いします足も飛びやがってまったくもう、あーいーおーすまんすまん、なんだなんだ、あー寝返りか、背中さすってほしいか、おおおおこれかこれか、文字盤だ文字盤、はいはい、お待たせー、先週な、こう、ご、め、ごめんって何を言っとるか、ちゃんとな、みんながトキコの分まで祝ってくれたから、ありがとう。はい、どうぞ。失礼します。はい。今朝退院されました502号室の西村さんから、お見舞いの品で申し訳ないのですが、皆さんでどうぞと、これ、お預かりしているんですが。吉村さん、退院された？はい、今日の午前中に。それは良かったですなぁ。いや、実はわしと吉村さんはな、パチンコ仲間でして。あ、どうもわざわざありがとうございます。ありがたく。失礼します。はい、どうも。ご苦労様。退院か。背中をさすってやろうな、あーときれい元気、なんだここは病院だぞ、静かにしろ、何よせっかく向こうに来てやったのにさ、ときね、どう調子は、すこぶるいいよな、お風呂にも入れてもらったしな、そう今日はぐっすり眠れるねのはずだったんだが、うるさいのが来てしまいましたからね、あらうるさいのって私のこと、他に誰がいるんですか、じゅんこ来てたの、うん、お店の買い物がてらね、お父さん迎えにね、いやもう今日は忙しくてさ、もう大変よ、なのにお父さんったら文句ばっかり、310円にしようか、あよろしくお願いします、310円って何のおまじない、いやいやいいからいいから、ほら忙しいじゃろ、純子ほら行くぞ帰るぞ、そっちもまた来るから、そんな急がなくても、いいからいいから、この子あとよろしくな、分かったけど、なんでそんなに急いじゃうのよ、もう時間なんでね、しとったよね、トキとジュンちゃんはお店屋さんで、私はいつもお客さん、トキは自分のところの商品さっさと叩けると、はい今日はもうおしまい、
けしとってね。へへへって。純ちゃんが後片付けしとった。ねえ、どう？Yeah.